お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらロボスキルでやっていきたいと思います。はい、というわけで今ね急遽動画回してるんですけど、今マルチ上位にこのロボスキルで、やってる人がいます。いやすごいやばいっていうかもう革命。そうこちらですね、世界23位の方です。ラバスキラやばくないですか。もうラバスキラってやばいっすよね。なんかもう新しいなんか開発されちゃいましたね。まあ、なんかネタでさよくねラバスキラとかなんかこうラバエレジェとかもあると思うんですけども、ガチでマルチ上位でそれをやるっていうのがやばいんですよ。そうということでちょっとこのラバスキラねまだ僕使ってないんですけど、ちょっとはい強そうっすね。まあ、もう守って、まあ、遅延スキラの言ったらもうナイトとかの枠がもうラバになってるだけなので、まあ、基本守って余裕あればね、まあ、ラバーにスキラ出すみたいな感じで、最悪ラバー出さなくても戦えるんじゃねえかってことで、はい、やっていきたいと思います。さあ、ということで、ラバースキラね、まあ、やっていくんですけど、強いかはね、わかんないです。どうなんだろう。さすがに8100とか行くってなると、どうなんだろうね。まあ、スキラ、ラバースキラ。まあ、刺さればすごい強そうですけどね。なんかラバー打ってスキラ打ってそれでめっちゃ入ることもあれば、なんか入らないこともありそうみたいな、まあ、当たり前のことなんか言ってるんですけど、まあまあなんかラバデッキよりかは多分スキラデッキだと思って戦う方が多分いいと思うので、まあ基本的にほんと遅延スキラの立ち回りをして、まあ余裕あればラバー出すか、まあラバー出してまあ、守る。まあ、ラバ出して守るがね、いい気がしますね。ああ、これ、端前ペッカ来たら嫌だね。多分、ペッカラムかな、ユーのベビー。うん。まあ、でも、これに関しては、止まりそう。いや、美味しい。なんなら美味しい。さあ。で、エレキが来ると。で、あれに対して、これ、スキラでいいんじゃない？スキラでさ、なんならエレキも処理できるしさ。結構熱くね、これ。いや、これユーのキング起動したいんだよな。いや、無理か。なんか、行かれますね。いや、でも、ここは、相手の防衛がうまい。さあ、ここ行ったポイズン打って、ステイかな。いや、なんか、あれ勝てそう。マジでなんか勝てそうなんだけど、ラバ打って、まあ、相手に縦の戦士とか、なんか、スキラの受けに強いカードがあったときは、多分ね、あんまスキラで打たないだとか、なんかこう、立ち回りがちょっと難しそうなとこはあるんですけど、なんか今回みたいな、意外とこう、スキラ受けがちょっと苦しい。まあ、ベビー、タルとかがあるぐらい。の相手には、結構なんか、ラバースキラ打ち得な気もしますね。で、一旦ここは、遅延スキラになります。はい、変身します。で、まあ、耐えるかな。で、なんなら陸苦しかったら、まあ、スキラも使いたいみたいなとこあるけどな。まあ、あんま守りすぎも嫌だけど。さあ、これ範囲でまとめてあげて、もう。もうこれだって、ただの遅延スキラですから、これ。さあ、硬い。硬いぞ。まあ、耐える。で、あとはまた、ね。まあ、墓石から行ってもいいけど、ほいほいほい。まあ、耐えていこうかなっていう。で、ラバ出して、で、これはま、ベビーとかで処理できると思うんだけどね。いや、なんか流れはめっちゃいい。これだってスキラ打ったらさ、相手結構ツムツムじゃない？いやー、これ、なんなら早めにスキル打って、ペッカをね、止めたいっすね。まあ、そこに。で、ラム先行させたいみたいな。いや、全然先行してくんね。エレキ来たら、エレキにポイズンしたいんですけど、全然出してくんないっすね。さあ、墓石置いて、あと、ま、2周目ラブとかも大事になってくんのかな。まあ、これは、しゃあないっすね。ラムが入るのは。もうどうにもできないので。受けて、さあ、ラバー。で、これスキラ打てばさ、いや、結構熱い気すんだけどな。ピッカかな、意外と。頑張ってんだなぁ、さっきから。ポイズンしたいな。打ってもいい気がすんね。あ、これ、ベビーが入る。いや、ベビーが入る。いや、入ってはくれないけど。いや、いい。いや、いいよ。いや、勝てる、勝てる、マジで勝てる、マジで勝てる。そこを溶かして。いや、なんならもう一回これ、スキラか？さては、もう一回、ただのスキラでいい説がある。さあ、墓石置いて。いや、ただの地変スキラ、今んとこ。ここはね。耐える。いや、マジ、鉄壁だ。いや、マジで。で、スキラ打って、さ、ポイズンで、いや、勝てる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 。さ、今回は、来た、熱い、熱い、熱い。こういうこと？これでいいのか？いや、マジで。何が正解なのかって言われるとちょっとむずいんですけど、いや、なんならまだ勝ってないっていう。
さ誘導してさ陸出してあげて OKOK で言うのは危ないスティックさポイズン圏内タルババオッケー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 さグッドゲームグッドゲームいやいいね硬いねラバデッキじゃない感まあほぼスケラほぼスケラですけどまあ謎のラバだよねっていういやこのラバがいいのかちょっとまだ見極めきれてないですけどもさあラバスケラワンチャンあるのかいやこういうデッキちょっといいですねなんか新しいなんか本当にやっぱクラロワってこうどん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 新しいデッキとかまあ生まれてくると思うんですけど新しい戦術とかねやっぱ新カードが出るとそれがよく生まれるんですけどこれ昔からあるカードでのこういう新しい組み合わせそうそうまあたまにマルチでもホグロイジャイとかそうそうバルーンロイフグとかまあなんかすごい組み合わせのねおこれ同じじゃないワンちゃんデッキを使ってる人もいるんですよそうなんですけどまあそれのまた新しいねラバースキラですよラバースキラがあるならもうなんかもっと何でもできそうだけどねね、ホグスケラとか、まあ、ロイジェイスケラとかなのかな。まあ、みたいな感じで、ちょっといろんなね、戦術がちょっと増えるのは普通におもろいので、あり。で、今回相手は、遅延スケラだ。スケラ対決です。はい。逆にでも俺は、このラバがあるから、ちょっと相性いい説がね、ありそう。どうなんだろう。なんかラバ削りでさ、意外と良かったりしないかな、これ。さあ。まあ、スケラ対決と言っていいのか、なかなかの疑問点ではあるものの、スケラ対決です。はい。え、これだってスケラ打てば、まあ、ボーポイしてくれる？あの、バルキリーいたなマジで。バルキリー嫌っすね。でも、スケラ打ち得な気もすんな。で、まあ、ボーポイしてくれたらしてくれたで。そうっすね。さ、これラーバが。さこれラバーが意外といい味出してるマジでこのスケルトンラッシュ暴行されるとやっぱダメージ入らないじゃないですかいやうまいけどこのラバー削りでね今んとこダメージリード取っていくなんかスケラにはちょっと強そうだけどなこれ遅延スケラにはねうんだってナイトとラバーが違うだけでまあ言ったらこのラバーでマジで削れるのでまあこの4500ですけどいやいいよなんかありそうな気はしてるちょっとこれ、あの、ベビー出しちゃったんで、蓋します。で、ここはまあ、ポイズン打っていいんじゃない？で、相手はこのラバーをもうね、入れまいと。さあさあさあ。いや、でもうまい、この範囲は。はい、うまいが、さあ、スキラ打って、まあ、棒ポイがね、来ますけど、まあ、言うて、この棒ポイの間になんか、ええ感じにたまたま、いや、なんかめっちゃ押してんだけど。なんか、めっちゃ相性良くねっていう。今んとこいやいいでこれでまたラバーすればいいってまあこれは相手もうまいですけどねさあ逆サイもしっかりねこのアイスイズの召喚時できたのでかいですからねさあこれはまあ範囲のアイウィズとベビで多分やられると思うんですけど言うてこのラバーであー削りたいラバーで削りたいそうもうラバーデッキですんなんかもう難しいとこではあるさあさあいやーこれディガーとかあったらねなおさらいいんですけどもまあ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 、そこはちょっとね、贅沢言うなっていう。もうすでに勝てそうなんでね。最後あとボーボーしとけばいいっていう。あれ？いや、ラバスキラマジであるな。で、これ多分バルキリー通すように攻め取るねとか来そう。いや、怖。俺だともうボーボーして守っとけば勝てそうっすからね。で、これ相手、サイドこう、来ますね、変えて。うん。さあこれ早めに引っこ抜いて範囲でやっときたいがさあまあ棒ポイ貼っとけばさすがに確実かなよし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 うんよいしょいや耐えるでアイウィズがちょっと入るぐらいかなでここはもうラバ展開しちゃいますよしよしアドがちょっと取れてて守れそうだなと思ったんですけどもしかしたら怖いトレネで下げた方がいいかもねうんさあ、まあ、棒ポイしとけばマジでこれ確実っすね。で、あとはしっかりバルキリ下げてあげて、確実にね、ちょっと怖いですけど。で、まあ、スケラ打って、まあ、棒ポイさして、まあ、ベビーもなんかつけとけばええ感じになりそうじゃないですか。よしよしよし。いや、これもうラバの削りよね。まあ、端前ラバで削っていこう。なんなら。なんかズルだな。なんかズルしてるみたいに見えちゃうな、これ。
で僕の負け筋はこのスキラが入ることなんで、まあ、棒ポイしてそこに打つだけで、あとは相手の攻め取りの警戒でしっかりユニットを出してあげて、おい、いや、いいんちゃう？流れはすごいいい気がするが、さあ残りはラストワンチャン防いであげて、さあ棒ポイ、おい、いや、顔面だよないかい、なんかね、たまたま神相性です。あれ？ちょっと強いのかな、なんか、どうなんだろう、ラバが通んない、例えばインドラとかあったら別に、だってラバを出さなくていいわけですよ。で、まあ、逆もしっかりで、スケラがあんま通んねえなっていう、まあ、場面があったら、ほんとずっと打たずに、まあ、ラバポイズンで削るみたいな、もうラバ削りで勝つみたいなね。結構なんか破壊力すごいありそうでしたけども、ラバスケラってなんか言われるとね、なんか結構チマチマしたデッキにはなるかもしんない。けど、それが好きな人にはね、ありかも。さあ、ラバスケラ。まあ、今んとこ悪くはない。悪くはないっすね。まあでもなんか使うのがちょっとね、なんかむずい、なんか特別むずいかって言われて多分そうでもないんですけど、ちょい慣れが欲しいかもっすね。そう。いやー、エレジャイ久々に見たっすね。いや、これ渋いっすね。ナイトがラバなんで、エレジャイは溶かせないんですよ。そう。いやー、まあまあまあ、そこそこに渋いっすね。さあ、まあでも、まあ、言うて耐えれるのは耐えれるか。これで両サイドちょっとね、受けながら。さあ、エレジャイですね。最近見なかったっすね。もう大砲とかにしばかれるんで、ちょっといなかったんですけど、久々来ましたね。墓石ライトエレジャイ。まあ、ラバースケラできれば、いや、これあれだな、多分守れるっすね。てか守るラバだと思うので、いや、これ多分ガン無視っすね。防衛すればよかったかもしれない。いや、ここも一時交換しますか。多分守れないんで、まあダクリがこう来るとちょっとね、嫌ですけどね。さあ、まあ、お互い守れないよねっていうやつかな。さあ、でもキング行かれる量が俺の方が多分痛くなりそう。さあ、エレジャイ。アイスイズベビーでしたね。まあ、マジで、こっからは、耐えかな。多分、スケラ打たなくていいっすね。なんか、マジで。まあ、相手によってはラバーでスケラ打てば刺さる時もあるんですけど、なんか多分ね、スケラ打つと、怖い場面がね、意外と多い。そう、だから、なんかラバデッキとして戦いましょうか、今回は。まあ、そん時にもよるかもしれないんですけどね。で、まあ、ベビードラぐらいは多分つけといても損がない気がするな。あと、墓石何周も回したいね。でさ、ラバで、マジでラバ削りと、このポイズン。もうマジの、ガチのラバ削り。さあ、ダイスウィズの遅延で頑張っていく。いや、で、ここいうとこでワンチャンスケラみたいなね、のもまあゼロではなさそうだった。いや、なんかほら、マジでラバで頑張ってんだもん。スケラこれ、サタいらない？いや、いるんすよ。いらないじゃなくて、そのね、対戦相手次第ではいるよねっていう。そこからラーバーで削っていく。で、これマジで、アイビズが大事っすね。遅延かけて、まあ、あとは、ポイズンがね、いい感じにできそうだったらなんですけど。まあ、ベビー出して。もうラーバーで削ってます、ラーバーで。いや、なんかね、あんまないっすよね、こういう戦い方と言いますか。ポイズン打っときますか、削り。で、あれはもう許容。で、墓石4周ぐらい回したいっすね、僕も。おー、さあ、これは、これは全然、止まりますね。さすがに。これは守れないわね。事件。さあ、んで、あとはまあ、これ、スキラ打ってさ、ポイズン打っときゃ折れそうじゃないですか。340。内側スキラで、ああ、今のは真ん中に多分盾が来る読みですね。さあ、遅れて出した樽が、タゲ取って、最後はもう取るね、圏内、グッドゲームと。オッケー。
そう、ロボです。スキラはまあ、11にするのに使ったぐらいですけど、多分ね、守って10でもいいかもね。マジで、ラバは出してよくて、スキラ打たないが正解かもしんない、これ。さまなんで、結構、ちまちまやっていきそうなデッキかな。よろしく。いや、すごいね、これ。でもまあ、遅延スキラの1枚変えただけだから、いや、このもう、ラバの枠をゴレとか言ったら、え、ラバというか、あえめっちゃ強そう、ゴレスキラ。遅延ゴレスキラ。えありじゃねそういうことよね。で、なんならでも、エレジャイとかにしても守れるから、エレジャイでもいい。この枠。さてこれ、何にでもできるな、これ。俺の、振動が決まったわ。これ、遅延スキラのナイトの枠多分何にしても強い説がね、これで濃厚になるかもしんない、マジで。うん。え、待って、俺これやばい。ガチで、やばい。うん。まあまあまあ。相手のデッキがね、何なんだろうっていうところですよ。まあ、スキラかな。で、これ、なんかサイクルというか、ラバがね、うわ、邪魔なんだよな。上止めて、下は下で、ちょっと早めに。まあ、ボーラーで、行かれるかな。さあ。いやー、耐えたい。ジャイスキラですね。もう最近もうジャイスキラもパーティーしてますからね。いて、このナイトとかやっぱバルキリーがない分、ジャイとか、まあそれこそエレジェイゴーレとか、盾を溶かすのが、まあちょっと大変ですね。うん。いや、こういうの。受けがないので、これはもう捨てるしかない。で、あとラバの後ろに何もつけれないと。まあこれもしょうがないですね。多分このデッキ上こうなるので、うん。いや、これも全然いいですね。これぐらいは。まあ、防石ぐらい置いとってもいいんじゃない？まあ、どうせ守れないんですけど、多分。守れんのか、もしかして。あと、コウモリがいたな。さ、スキラ打って、いや、ババいんの？なんか嫌だな、それ。ね。全然入んねえじゃん。あれ？いや、嫌な目があったな。いや、でも言うて、もう一瞬ならば。さあ、頑張ってほしい。いや、なんか、あれ？なんか頑張れそうなんだけどな。頑張れそうなんだけど、頑張れなさそうでもある、非常に。さあ、頑張ってほしいんだけどね、俺も。スキル打って。いやー、それはね、めっちゃいい。ジャイ来た。さあ、相打踏む。いやー、これ残れば、やなめが強いか、もしかして。あ、やばい、やなめ。やなめずる。やなめマジでずる。いや、でもワンチャンの追いつきたい。いやー、入らないか。いやー、こういうのがまあ苦しいんでしょうね。まあシンプルにジャイとか。まあ溶かせないのと、まあやなめとか持ってるとちょっと辛かったっすね。まあ、そういうこともあるよとね。まあなんか触った感じ、めっちゃ強いじゃん、これ。とはなんないな。とはない、なんないんだけど、まあ、おもろいし、可能性はあるよねっていう。もうなんならラバじゃない方が強いんじゃないっていう。まあ、元その、やっぱ遅延スキラっていう、もうほんと5年間、約6年間ずっと使われてる、まあ、テンプルデッキの1枚違うだけなんで、まあ、言ったらまあ、その方は自体絶対強いので、まあ、間違いなく弱くはないんだよね。まあ、でも、正解はやっぱ結局ね、まあ、バルキリーとかの方が強い。まあ、ラバだからこそ勝てるのも、まあ、それはありますけどね。なんかね、スキラ対決勝ちやすいであったりとか。おもろさはあるね。うん。ラバスキラね。破壊力はでもね、意外とありそうなんだけどね。まあ、スケキンとか、バルキリーとかいると、あれっていうね。さあ、どうしよう、これ。マジで暇なんで、トルネで回します。ナイトぐらいあればね、とりあえずナイト出せるんですけど。さあ、タルババ。で、タルで待つってことは、まあ、重量級臭いっすけどね。でも、ラバこれ出さなくていいもんな、めっちゃ。いや、出すか。さすがにこれ。墓石あるし。墓石あったら、一旦安全みたいなのとかある。そう。いや、墓石だけだとちょっと怖かったんで、タルまで使っちゃったっすね。いや、これ剥いたら美味しいよね。これスキル打つ？打ってもそうだけどな。
ね、打って見守り。うわすごいな。うわなんか残るなこれ。カウンターが、まあ、ダメージ言うて入っ、まあまあ言うてこれ多分ベビートルネポイズンで守れるっすね。だからゴレでしたね。うん、マジで美味しいっすねこのランバ。キングとしてっていう、これちょっとスタッした方がいいかも。でこのラバで削りながら、まあメガゴがあるのかないのかがちょっとね意外と大事なとこなんですよね僕からしたら。まあスケル打てば入りそうだけどな、ダメージさあメガゴあると。でも一旦守りますかこれ、ぶっちゃけ。さあ守ろうと思えば守れると思うんで、さあ防衛に一旦ね徹して。さあ範囲で縛っていくと。いや強っ。まあ遅延スケラだもんなこれ。もう今の部分もうゴレん？ラバじゃないかな、ぶっちゃけ今のは。さあでもそれがまあこのデッキの強みと。でこれもポイズン打っていいかもね。いや打たなくてもいいか、来たらポイズンで。あいやなんかめんどくさいけどこれラバ2でやっていけそうな気がした。なんならここでスケラ打って、これベビーもさライドラも使ってる、大体スケラ気がね地味にないんじゃないかなって思ったんだけど、どうなんだろう。いやラバが入ってる、ラバが入ってる。そうラバが入るんですよ。ラバが入ってさポイズンで勝っていく。いやオッケーオッケーオッケー。いやいいよ勝ったっすよね。はい。さあまあラバが入る。うん、それ鼻ほじるわ。ナイス。さあということで、まあラバ好きだね。なんか特別めっちゃ強い感はなかったんですけども、まあおもろかったですね。ラバで削れるしスケラで削れるし、まあちまちまするようなデッキかもしれないんですけど、まあ刺さればやっぱ破壊力もあるしね、ちょっとおもろいデッキだと思うので、ちょっと皆さんもぜひね、はい、使ってみてください。これでもラバなんかゴレエレジアイとか何でもできそうだなって思ったので、ちょっとその辺もねまたできたらなと思います。チャンネル登録、高評価もねぜひお願いします。ではお疲れちゃんです。またねー。